タバルア島タバルア島は、南太平洋フィジー共和国西部地域、ナドロンガナゴサ州のママヌザ諸島に属する島。12万平方メートルの面積を持つハートの形を、下島で、珊瑚礁に囲まれている。フィジー最後の楽園と呼ばれる、リゾート島で、フィジー本島のビキレブ島の近くにある。タバルア島では、サーフィン、スポーツフィッシング、スキューバダイビング、シュノーケリング、 シーカヤックなどが楽しまれている。レストランと二つのバーに加え、プール、温泉、トレーニング施設とテニスコートがある。サーフィンにおいては、クラウドブレイク、レストランツ、タバルアライツ、スイミングポールズ、ナモツレフト、ウィルクスパス、デスパレーションズの七つの波のブレイクポイントが利用できる。このうち、クラウドブレイクが著名で、1マイル沖合のサンゴ章の 上で強力な波が発生する。サーフィンの初心者は、キディランドで目前の波でサーフィンを学びながら楽しむことができる。年に一度、島が主催するプロサーファーの競技会が開催され、インターネット上でも観戦することができる。サーファーのジェフローリーは、2011年7月12日と13日に、クラウドブレイクで発生したスーパースウェルで際立っていた。各地における、 ローリーのいくつかの派手なワイプアウトの一つがビッグウェーブサーフの頂点である2012年ミラボン XXL ビッグウェーブアワードの入賞をもたらした。2010年、ローリーはオーストラリア乳がん患者支援団体の資金を100万豪ドル増資するためにジェットスキーのアシストなしに20フィートの波を捉えることに関したチャリティ基金を設立した。2011年7月にローリーは クラウドブレイクで20フィートの波を捉えることに成功したが目標としていた100万ゴードルには達しなかったため翌2011から2012年シーズンのために50フィートへとハードルを引き上げた。ありがとうございます。